人類が宇宙に進出していくことイコール人類という生命体の進化の結晶であると、もう宇宙のことを調べていると、どんな嫌なことがあっても、落ち込む日があっても、悪いことがあっても、宇宙のことを調べている限り一瞬で忘れられる。あ、生きてるって素晴らしい、なんて興奮できるんだろうと。宇宙はどんな胃薬よりも効くポジティブの薬だと思います。そしてですね、なんと私の親戚には冥王星という和名をつけた野尻宝衛という方がいらっしゃることが、発覚したりですね、そして、国立天文台の渡辺先生と一緒に、今日の木星は元気ですか、あ、木星今日もしましま綺麗に出てますよなんて、木星の日々の様子をメール交換させていただいたりなどと、本当に大人になっても、毎日毎日宇宙のことでワクワクさせていただいてます。なので、地球が46億年、宇宙ができてから数百億年、こんな中、はやぶさの奇跡は私たち人類にものすごい希望と、本当に人の強い願い、人の強い、思いは、科学の力を乗り越えてまた奇跡を起こしてくれる、そんな、感動を与えてくれました。その宇宙の長い歴史の中、最先端の今、一番ワクワクする瞬間を、目撃できて、同じ時代に生きていることがとっても幸せです。ごめんなさい、言いたいことが一緒にしちゃって、訳が分かんなくなってまいりましたが、とにかくこれからも、私は深海にも行かせていただいたんですが、ということは宇宙にも絶対行かなきゃいけないと思います。今私は中野生まれ中野育ちですが、いつかは宇宙生まれ宇宙育ちの世代も出てくると思うとワクワクします。